松田 K360 は、東洋工業が、かつて生産、販売していた軽ミワトラックである、ケサブローの愛称で知られる、東洋工業発の軽ミワトラックとなり、同社の T600 とは共通設計の姉妹車でもある、小杉二郎によるスタイリングと明るい、ツートーンカラーにより、商用車とは思えないスマートさで人気となった、K360 が登場した1959年は、 ダイハツミゼットのマルハンドル仕様となるミゼット MP シリーズの発売とほぼ同じ年であり、真っ向から比較される対象であったが、マツダ K360 の方が静粛性は優れており、またタイヤサイズがミゼットの9インチに比べて12インチと大きいことから、ボディサイズが同等のミゼットよりも一回り大きく感じさせた。メカニズムではエンジン自体と、 その搭載方法が特徴となっている。エンジンは、空冷4ストロークオフ V 型二気筒の、BA 型ガソリンエンジンで、バンク角は76度、潤滑はドライサンプである。最高出力は11馬力 4300rpm、最大トルクは 2.2kgm3000rpm で、搭載位置は、キャビン背後の荷台との間、いわゆるミッドシップに立て置きされ、 それに続く3速、マニュアルトランスミッションとプロペラシャフトを介し、後輪を駆動する。このエンジンレイアウトは、2台の絶対長では不利になるものの、2気筒エンジンをキャビンと隔離して搭載できるため、静粛性や低重心性、整備性という面では、競合車種より優位であった。エンジンにアルミを多用することにより、軽量化も図られている。トランスミッションは、全身が常時亀合い式、 後退が選択殺動式である。フレームは三角形は四五フレームで、サスペンションは、前が、リジットフォーク、ボトムリンク、コイルスプリング、あとは、ハンダエンリーフスプリング、リジットアクスルである。ショックアブソーバーは前輪にのみ、リーディングトレーディングシューの油圧式、ドラムブレーキは後輪のみに備わる。フロントサスペンションは、オート三輪の競合車種に多いオレオフォーク式でなく、 旧式なボトムリンク式だが、上位の松田オートミは同様に耐久性を重視した結果である。ソーダ装置は、ラックオピニオン、マルハンドルとなっている。なお、この車両と松田 B360 は1960年代にミャンマーに輸出され、その後は1990年代中期頃まで、現地生産が行われていたため、ミャンマー国内では現在でも、現役の車両が多数見られるという。 松田 K362005 年2月撮影、ありがとうございます。